ジョセフ・ベンソン・ホラカージョセフ・ベンソン・ホラカーはアメリカ合衆国オハイオ州の共和党の政治家。第37代オハイオ州知事。ホラカーはオハイオ州ハイランド軍レインズボロ近郊で生まれた。南北戦争時に北軍で戦った後、ホラカーはそこでファイカッパ祭のメンバーでもあったコーネル大学に通った。1883年に オハイオ州知事選に出馬して落選するも2年後に当選し1886年から1890年まで2期4年を務めた。ホラカーは1896年に連邦上院議員に当選し1897年から1909年まで2期を務めた。その間にホラカーポーとして知られるアメリカが新たに獲得したプエルトリコ島に 民政府を設立する1900年の基本法を提案した。ホラカーは1908年の参戦はならず、同年の大統領選挙の共和党の指名の候補者のうちの一人となった。レインズボロのおよそ10マイル西のハイランド軍軍長、所在地ヒルズボロの通りのガバナーホレッカープレイスは彼から名付けられたものである。ホラカーは第十六オハイオフ連隊の英中隊の 平卒であった。19歳の時にはすでに13の主要な戦いに参加してきており、中尉と名誉大尉に昇進した。ありがとうございます。